つまりあれでしょ、んそれってあれか、その要はそうだね、いわゆるガルパ2を出すってことでしょ。なんかガルパ2出した方がいいんじゃないかみたいな、たまにコメントで見るけど、いわゆるそういうやつでしょ。俺はでももし出すなら別にそのガルパにこだわらなくてもいいと思うんですよ。だからまあいわゆるバンドリコンテンツの新しいゲームみたいな、厳しいよな。ガルパの続編を出す必要性もないのかなと思うんだよね。また多分リズムゲームでしょ、ね、ガルパ2ってことは多分また多分ガルパがリズムゲームだから多分またリズムゲームでしょ。でもねリズムゲーム新しく出してもねやっぱりね、プロセカがあるからな。そうね、そこがある限りはガルパ2出したところでっていう、結局だからあれでしょ、今のその既存のキャラクターも含めてだもんね。厳しいか、わら。なんかまあリズムゲーは勝てんよな。なんかそうだね、プロセカ強いよね。これ出せば復権するかって言った時に、いやーちょっとわかんないかなっていう。当たりが妥当か。ガクマス見て思ったもん、ガクマスおもろいよ。まあアイドルマスターっていうコンテンツなんですけど、ガクマスってね、いいね。あれってさ、まあアイドルマスターなんだけど、やっぱあれだけのまあ多分相当な開発費もかかってると思うけど、あれだけ力入れて作ったらやっぱおもろいよね。そう、そういういろんなゲームを出して、まあガクマスっていうすごい力入れたゲーム出して、あれでまた今 すごいヒットしてますからね。まああれを見たら、じゃあバンドリがその新しいアプリ出してヒットするかどうかって言ったら、俺はちょっと面白いところ行くんじゃないかなと思うけど、大前提としてよ、やっぱもう今の最近のアプリってすごい力を入れて、やっぱりものすごいクオリティのいいものを作らないと、もうやっぱり今ユーザーは見向きもしてくれないような気がするんですよ。だから学マスレベルのものをバンドリでまた新しいアプリで作るなら、ちょっと面白いとこ行くんじゃないかなとは思うんですけど、まあそのゲーム性はまたいろいろ変わるとは思いますけどね。その別に育成ゲームじゃなくてもいいんですけど、あのクオリティのものを作ったら、俺は確かに、あ、確かにまたなんか行くかなとは思うんだけど、まず開発力がな、武士ロードがもう作ることはないと思うので、武士ロードはね、もうだってあれでしょ、武士ロードってソシャゲの運営規模を縮小するって言ってるから、だからもう武士ロードが作ることはないから、だからよそのまあそれこそ大きい会社が何十億という莫大な予算をかけてね、まあ作らないと。そうだからね、もうどこかとまた協力してやるしかねえよな。そう、まただからこの前みたいな、ま、あのガルパみたいに、まあ、武士ロードと開発運営がクラフトエッグみたいな感じで、よその会社が出資をして、もうそれこそ多分また何十億っていう開発費を出資して作ればっていう話だから、そのまあ国内だろうが海外だろうが、どれでもどこでもいいんだけど、どこかの会社があの作らせてくださいって言わないと、まあそれは多分実現することはないっていう。私が歌い始めた。バンドリはまだコンテンツとしてはネームバリューあるもんな。そう、バンドリだけで見たらね、力はそれなりにあるはず。僕はねやっぱりそのバンドリというコンテンツのネームバリューはそれなりにあると思うんですよ。多分まあこれずっと言ってる気がする。俺なんかでもなんかずっと言ってるな。バンドリで新しいアプリ出すよって言ったら、それなりに多分ネットの人たちは注目するよ。え、新しいの出すのみたいな。まず多分話題性は多分出てくるよ。まあ正直流行るコンテンツって二次創作がすっげー盛んだったりするから、そこを煽る力も必要だよね。性癖に差し的な。あーでも今のやっぱりソシャゲもそうだけど、ゲームってやっぱり流行る流行らないって面白いはこれもちろん大前提なんだけど、もう今はなんかキャラクタービジネスで展開してるから、どっちかというとやっぱそうじゃん。なんかこうそれなんよね。ね、まあプロセカもさ、まあ一応リズムゲームとは言うけど、やっぱりキャラクタービジネスの面が強いから、まああんだけ流行ってるわけじゃん。ガルパもそうなんですよ。バンドリも結局そうなのよ。どっちかっていうと
もうそのリズムゲームが面白いから遊んでるっていう面もあるかもしれないけど、そうじゃなくてもう今キャラクターコンテンツとして強いから、まあここまで生き残ってきてるから、だからまあどれだけなんていうか、そのあごめん、どれだけさ押されるキャラクター、まあ押してくれるキャラクターを作れるかどうかね、押されるキャラクターを作れるかどうかだとは思うんですよ。でもそれはできたら確かにね、まあでも運営もなんかバンドリのねコンテンツ自体、バンドリっていうコンテンツはずっと続けていきたいって言ってたから、まあもうその言葉を真に受けるならばですよ。でもそうなったら、じゃあずっと一生ポピパロゼギア、まあラスモニカ、迷子もありますけど、迷子はねまだ、あとあれかアベムジカもあるけど、まああの辺のバンドラはね出たばっかりだからまだまだもうちょっと先があるけど、じゃあポピパロゼギアがずっとこの先10年20年続けていけるかって言ったら、そういうわけでもないもんな。コンテンツのネームバリューがあるうちにまた新しい、まあそれこそバンドが出てきてねって考えたら、どこかの会社にうちも出すんでお願いしますって言って作ってもらう可能性はゼロではないな。怖え世界だよな。うん十億かけてさ新しいゲーム制作して、結局回収できたのは1億2億でしたみたいなね、下手したらそれ以下もあるからねって考えたら、まあ確かに慎重にはなるけど、作れるところあるかな。国内だったらでもサイバーエージェント系列だと思うよ。やっぱりあそこの開発のレベルは違うもん。結局運なんだね。うん。でもサイバーエージェントはクラフトエッグ切ってるからな。またバンドリのアプリ作りますってことは多分ないような気がするな。まあ海外かな。